冒険少年始まるよ。暴れる君が外国の料理を山にこもって作る第7弾。今回は6000年前から伝わるというあの国の伝統料理に挑みます。そして大大大収穫祭、今回は山を降りたのか。それだけは言えません。入ってきた。せーの、言葉の壁を越えてごちそうを作れ、夏の山ごもり2時間スペシャル。山にこもって本格メキシコ料理作り。そして秋の大収穫祭、両手でしっかり、あ、これを、これ、はい、両手違うだろ。冒険少年月曜夜7時。